こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン輸出でですね、荷物が増えてくると、気になる送料、これをどうにか安くできないのか、これについてのお話です。まず、一番無難でおすすめなのはね、EMS を送るときに切手を使えるんで、支払いで切手を使えるんでですね、切手を安く手に入れて支払うと。これだけで切手をどれぐらい安く手に入れるかによりますけど、切手ってね、意外と頑張れば安く手に入るんで、例えば、半額で手に入れば送料が半額になるということになります。そこまでね、安く大量に切手が手に入らなくても、15% とか 20% はね、切手で払うだけで安くできる可能性が高いんで、一番のおすすめと。でそうじゃなくて、もっと本格的にね、量も増えてきたんだよという方はね、輸送会社と個別に、口座を開けてというのはですね、一般のエンドユーザーでたまに使うんじゃなくて、定期的に、毎月これだけ送るから送料を安くしろという交渉をして、取引を始めるという方法もあります。ただこれね、いくつか注意点もあるんで、みんながみんなに向いてるというわけじゃないと。この注意点とかをね、また個別に、お知らせします。ただ、一般的なやり方はですね、いくつか輸送会社、ね、近くに、営業所があるとか、何か縁があったとか、あるいは聞いてみようかなと思った輸送会社いくつかを呼んで、見積もりを取ると。で、安いところを使うっていうのが、大原則です。その場合にね、いろいろと、交渉の仕方とかね、相手に伝え方、これね、バリバリの輸送のね、交渉できる人が、たくさんいるという輸送会社はね、逆に限られてるんで、ほとんどの、輸送会社は見積もり取るときに、きちんとした量とか何をやりたいのか、どういう輸送方法を取るのか、その辺を伝えないとですね、そもそも見積もりが出てこないと、ね、出てこないってのはおかしな話なんですけど、ほとんど定価の取引しかできないということにもなりかねません。そんなわけでですね、輸送会社を選んで、正しい交渉をして、で、うまく安い送料が引き出せれば、それだけ利益が増えるという形でね、ある程度利益が増えてきて、時間があったらこれは一度やってみた方がいい交渉なんで、やられてみるのもいいかなと思います。気になる方は、大体の輸送量と、どれぐらいね、交渉に時間取れるか、教えていただければ、交渉のサポートをさせていただきます。このね、輸送、輸出だとね、商品、安い商品で儲けてるってことは、逆に送料の比率が結構大きくなってるんで、もし送料がね、かなり安くできれば、利益も増えると。ただ気をつけなきゃいけないのは、送料を安くするつもりでね、使ってみたら、全然安くならなかったとかね、送料安くなったけど関税かかっちゃったとか、安くなったと思ったけどトラブル多いとか、いうことになったら元も子もないんで、その辺は、慎重にというか、交渉の経過をお知らせいただきながらサポートさせていただきます。何しろ、目安としてはですね、月の発送が、10箱以下だとまだ考えなくて大丈夫ですね。20箱超えてきたら一度は見積もり取った方がいいです。で、これね、基本法人の方がいいんですけど、別に個人事業だとね、交渉できないってわけじゃないんで、その辺はそれほど気にしないで、何しろ、ガッツのある方はまず一度交渉してみるという形で、ご相談いただければと思います。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。